食失敗ゼロ炊飯器焼き芋。はい、皆さんこんにちは、みーです。今日は炊飯器でホクホクの焼き芋を作っていきたいと思います。イエーイ。レシピと言えるかってぐらいのものなんですけど、まあ、一応まあ検証動画みたいな感じで作っていこうと思います。それではスタート。みーさんの炊飯器作り置きで時間とゆとりの確保に成功。はい、じゃあまず洗ってきます。今日は3本でやってみたいと思います。でアルミホイル丸めたやつで洗ってきますね。こんな感じです。はい、じゃあ洗えたので入れてきます。まあ、本当にただ入れるだけ、何の面白みもないけど。はい、でお水を1カップ200ミリリットル入れます。もうこれで炊くだけです。はい、じゃあ炊いていきます。通常炊飯で OK です。よいしょ。あとちょっと、いやめっちゃいい匂いするわ。炊けました。ではオープン。おー、めっちゃいい匂いする。柔らかくなったかな。あ、見えた？いくよ。スーって竹串が刺さる。すごっ。めっちゃいい感じです。ちょっと冷ましたけど、よいしょ。熱いな。でも熱い熱い。あ、もういけそうかな。ちょっと熱いけど、なんかパッサパサになったりしたんだけど、これはねホクホクトロトロになりました。もう焼き芋食べさせておけば子供って結構ね夢中で食べるじゃないですか。だからこれから秋に向けてこれめっちゃくちゃ助かりますね。わざわざスーパーに買いに行かなくても炊飯器でピッてやってほったらかしにしておけば一気にできちゃうんで、これから大活躍しそうだなって思いました。よかったらやってみてね。多分誰も失敗しない、絶対失敗しない焼き芋ができました。はい、ではチャンネル登録グッドボタンよかったらお願いします。フォロワー14万人のインスタグラムもよろしくね。それじゃあバイバーイ。